昨日初めてアップした案内の動画なんですけど、1.0.0というタイトルで3月19日に出してましたけども、出した後にさ、1.0.1とか1.5とかありえるんかなとか思ってたんですよ。しかも、次アップするのって1年後とかにバージョン2になるんじゃないと思ってたんですけど、 もうなりましたね。1.0.1。そして1.1に翌日ですわ。翌日なりました。っていうのも今こうやってマウスそ、その変化だけちょっとね、付属として追加しておきたいんですけど、まずこうやってね、マウスを置いたら色変わるってことはこうツールのままなんですよね。こうじゃないと改造度が悪かったっていうのはまず1個目でしょ。で、それからですね、名前を私にしようと思ってたのを忘れてたんですよ。これは視聴者さんとの動画の中で思い出して、これにしました。これで、 これで大体1.0.5ぐらいですよね。私っていうのは絶対つけたかったのに忘れてたんです。昨日誕生日で急に出したかったから。ね。それからさ、うんとね、ここ。これはね、本当にしょぼい、しょぼいっていうか、この話を出したんです。歌えんっていう動画もあるんだっていう話をしたのにサムネを忘れてたっていうことね。それから、僕ね、作業用 BGM もたまに出してるんですよ、こういうの。 それもちょっと完全なるその他のところに入れておきたいなっていうところですね。ここでもまだ1.0.5ぐらいですよね。で、そうですね。えっとね、この変身の儀、変身の儀っていうのも一個重要なことを言うのを忘れてて、それは皆さんに変身をしたい、面白く変身をしたい、そしたらくくって面白い、一個のテーマになってシンクロしたよっていうのが面白かったっていうだけじゃなくて、もう一個は、 過去のね、過去のその動画を知らなかったっていう動画が紹介になってみんなまた見るきっかけになってくれたら嬉しいなっていうことがありました。はい。っていうのも説明が足りてませんでした。バージョン1.0.0では。そして、ひらめき動物の森をこの前の前の動画で撮ったんですよ。 この前の前の動画で撮ったところ、このヒラメけ造物の森の中で、まだこ,これがアップロードされた、このサムネがアップロードしたところではまだバージョン1.0.8ぐらいなんですけど、1.1になったのはここですね、これ思いっきり10001個追加されてます。変身の木の中に感謝の木っていうのを追加しましたんで、これちょっとね、あの、見といてください。 見といてくださいとていうか、これが増えましたんで、1.1になりましたんで、付属と、えっと、1.0.0からの追加として、この動画を終えたいと思います。だから、ひらめき動物の森と観察のキーをちょっと見ていただけるとありがたいです。前の動画と前の前の動画です。失礼いたします。